サイヤ人ベジータを逃がした孫悟空たちは、死んでいった仲間たちを生き返らせるために神の残した宇宙船を手に入れ、ドラゴンボールがあるという神の母星ナメック星へと旅立つのであった。無事ナメック星へたどり着いたブルマたちであったが、サイヤ人が宇宙船だ。思いもよらぬ出来事に地球への連絡を取るのであった。亀仙人から話を聞いた孫悟空は、ヤジロベエが持ってきた仙豆の力によって完全に回復し、天才科学者であるブルマの父に改造してもらったサイヤ人の宇宙船に乗り、ナメック星へと出発するのだった。いざナメック星へ。よし、早速修行始めっか。ナメック星に着くまでにあのベジータっちゅうやつを超えなきゃなんねっちゅうな、えらいことだ。まずは基本から徹底的に鍛え直さねえとな。悟空よ、聞こえるか悟空。あ、その声は海王様か。悟空、よく聞くのだ。今お前の向かっておるナメック星には、あのサイヤ人よりとんでもない奴がおる。ナメック星についてもそいつだけには絶対に手を出すんじゃないぞ。わかったか。やつだけにはな。たとえ手を出さねえにしたって強くなって損はねえさ。
どうした？下がれ！うわぁ！もうちょい頑張ってみっか。これならきっと何べんもの海洋圏だって耐えられるぞ。